こんにちは、ピアノ K チャンネルです。いつも私の動画をご覧いただきありがとうございます。このチャンネルはジャズ初心者さんの方、そしてこれからジャズを始めようと思われている方に向けてレッスンをお送りしているチャンネルですので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。今回の、レッスンなんですけれども、前回に引き続きというか、あの前回のあのリズムをこう元にして、今度は2音で、弾くジャズということで、ジャズの名曲、これも結構ご存知の方が多いと思うんですけれども、シージャムブルースという曲を、皆さんで今週と来週2回にわたって、レッスンをしていきたいと思います。前回の、リズムの、動画のコメントにですね、これはシージャムブルースの、リズムにも通じますねというコメントをいただいて、おすごくドキッとしました。私が考えていることをちゃんともう見抜かれている方がいるんだなと。はい、その通りです。これにつなげようと思って前回の、1音のピアニカの分をやりました。今回は、全く前回と同じリズムというわけではないですけれども、ほぼ似たようなリズムを使って、そして、もう一つ銅の銅以外に層も入れてですね、その2音で弾けますので、ぜひ初心者さんの方でもチャレンジできる内容になっています。今回は、まず右手のパートだけですので、ぜひこれはもうどんな方でもトライしていただける内容だと思いますので、頑張ってレッスンしていきましょう。それではレッスンスタート。それでは、シージャムブルースのレッスンを始めたいと思います。今日は右のパートということで、まず楽譜を、見ながら、ピアノも見ながら見て一緒にやっていきましょう。電車がちょっと今うるさいですけれども、楽譜は、いつも通りこう概要欄に貼っておりますので、ぜひダウンロードしてプリントアウトしてお使いください。はい、それでは、楽譜の最初の部分ですね、第1段目から見ていきたいと思います。ここは、もうソ、ソの音から始まりますね。で、Gの音ですね。ですからピアノを見てください。いきなりもう弾きながら見ていきたいと思います。まず最初のリズムです。そうそううんうんうん、そうそううん、そうそううん、そうとうんうん、1,2,3,4となってます。この楽譜の中のですね、3小節目の後半の、四角いものですね。これは2拍お休みの、マークになってます。そして4小節目。また今の四角が上から下がっている形になってますけれども、これは、4拍お休みの形になっています。それでは、第2段ここもお休みが結構ありますけれども、この皆さんに先ほどお伝えしませんでしたけど、この第1小節目第2小節目にあるこう休符のマーク、お分かりになりますでしょうか。1拍お休みの四分休符もあります。ですので、第2段目のところには四分休符、そして二分休符とありますので、ソソの後には3拍お休みをしてください。では行きます。1,2,3うんうん、1,2,1,2,3,4とお休みがまた続きました。6拍続いています。3小節目のところの終わりが2拍お休み、そして4小節目、ごめんなさい、これは、7小節目の最後のところが2拍、8小節目のが、4拍お休みということで、6拍続いてお休みになっています。
結構お休みが多い曲です。それでは、3段目の9小節目に行きましょう。同じくこれもソソの後に3拍お休みが入ります。ワン、ツー、スリー、フォー、うん、うん、ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォーというふうになっています。はい、ここまでを、繰り返すということになります。もう本当にシンプルな曲なんですね。もう G と C しか出てきません、右手は。そして、この休符が多いということで、この休符を感じることによってリズムをより感じてもらえればと思います。なのでここでは逆に音よりも休符が大事ぐらいに思っていただいてですね、ぜひ休符をしっかり休むということで、もう一回続けて1段目からやってみたいと思います。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、うん、うん、ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー、こんな感じになっています。ということで、前回ご紹介しましたアイリアルプロというアプリですね、この伴奏のアプリ、これに、載せて弾いてみたいと思います。ついてくれていますでしょうか。で、これをですね、また前回同様にピアニカでも弾いてみたいと思います。はい、それでは今からピアニカで吹いてみたいと思います。まず最初は手拍子に合わせて吹いてみたいと思います。になります。それでは、アイリアルプロ伴奏のアプリに合わせてやってみたいと思います。皆さんはうまくこの休符のリズムを感じられたでしょうか。次回はですね、左手のコードも入れていきたいと思いますので、ぜひ皆さん次回までにこの右手のリズムをしっかりと感じ取れるように練習をしてみてください。